先日ねクリアいたしました、マインクラフトね、これクリア だよね、マイクラのクリアね、うん、プーライン開通を目指そう、ラストの声がしますよ皆さん。でバシカーン、これが萎縮の力です皆さん。はいどうも皆さん、マグリでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。やってまいりました第54話でございます。絶対に何か作るマインクラフトということでね、やってきておりますが、前回はですね、そうエンドラを、倒しまして、エンド攻略こちでしたっていうことでね、前回の成果物させていただきました。まあエンドポータルが成果だったのか、まあ皆様の解釈でそこはお任せしたいんですが、こちらのチャンネルは年末年始の続報を毎日マインクラフト動画をお届けし、ミルダムで、配信をしまくっている私マグニが運営するチャンネルでございます。以後お見知り受けよろしくお願いいたします。今日は、ご覧のようにですね、ちょっと下準備させていただいております。ここにねあるものを制作して、まあ、拠点に帰りてえなと。でまだ卵とか取ってないんですよ。まあだから、それも含めて進めていこうかということでよろしくお願いいたします。本日もやってまいりましょう。さあ参ろう。もうね見っけたんだよ、こっちに12杯持ってきゃいいかな。3、4、12、うんそうだね、だから12往復したいと思いますていうかエンドポータルの下にさ置いてあったさ、あーそうだな、鉄余ってるから何個かバケツ作ろうか。これ結構手間だね。あーそうなるのか、この水うっとうしいんだよな。これでいいね、これでいいね、地味だけどよろしく、大事だよね、地味だけど大事な作業。あはは、また流れてきた。おーおおお、私ったら、おーわちゃ、おわちゃ、あと1個ういで開けといて、まあいつでも来れるように、しとけばいいんじゃないの。うん、でここをまた加工してくから結局、うん、そこにネザーゲートがあって、ここの部分とここの部分で砂無限やれいいんじゃない。もうここもで、これが絶対邪魔になるっていう話だったんだけどそうだね、そうすればいいと思います。まあなんとでもなるわ。じゃあ行きますよ。どこに出てくるか。まずはここからだね。行きまーす。ふぅー、怖い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 。なるほどね。なるほど。そうきましたか。こっち。で、こっち。なるほど、なるほど。そんな感じね。だから開通を目指そう。ネザーゲートは潰しておいた方が後々楽かもね。ボートで来ようと思うと高さを合わせたいじゃないですか。うん、これ潰してた方が安全だな。でこれで帰れなくなるでしょ。この判断が岸と出るか京と出るか、まあ、でもどっちにしてもこれ持ってるからね、つけれるっちゃつけれるんだけど。でもここの黒曜石大事だからもらっときたいってのもあるな。ちょっと待って、ってことはここの黒曜石もらって、はい、いいですよ。こう、うん、そうだな。このやつもらってば、後で黒曜、後でゲート作れるもんね。任意の場所にね。やべ。おお。よしよしよし。これ絶対近いじゃん。あ、中間見えてんじゃん。ピー！やばーい、ガストやめて。うわははは。お。いいかもね、こっから直線で作れるかもね。そのパターンか。またちょっと地獄の戦いになりそうだけど、距離的に言うとそんなないか、そんなないか。まあなんとかなるか。はい、目標は立ったぞ。よーし、
なんだっけ、集合体恐怖みたいな人がこれダメなんだって。すまないね。さあ参るぞ。117まで。ちょっと何、びっくりした今。あ、こんな時にラグ起こんなよ。いや、こういうことだね。ガストの声がしますよ皆さん。これは何かが起こるかもしれません。ガストが何かを起こすかもしれません。私は先に入る。だよな。はいらっしゃということで、いつでももうエンドにこれでいけるようになりました皆さんね。エンドにいつでもいけるようになったので、この辺の巻き潰しもあってね、ちょっとついでにどっかやろうと思います。さあ、というわけで、恐怖のネザートンネル開通いたしました。まあそこは今日は成果物というか、ついでの作業という感じでいただきました。ただ評価を置いただけなんでね。よし、あ、おーっと評価減ったね、評価減ったね。これまたでもここ伸ばしていったりとかするのに評価必要だから、またどっかの山削ろうかな。いくらでもあるのよ。では卵持って帰ってくる玉座を今日はね、簡単なやつをサクッと作ろうと思います。大津のブロックバシカーンで、バシカーン、これが石君の力です皆さん。すごいでしょ。私初めてゲットいたしました。どこに置くかだな。どうしようかな。もうやっぱ船だよね。船に置けばいいと思うんですよ。よーし、では成果物お届けいたしましょう。スタート。ほら、ここに置くわ。じゃじゃーん、玉座完成。ここに卵を置きたいと思います。なんだったらここに額縁でエリトラも置いてやりてえなって思ってたぐらいなんだけど、エリトラとなるとまた時間かかるです。後日行いたいと思う。ただなんかちっちゃいものでもなんかああやって建築するといいね。はい、松明持ってるね。じゃあ参ろう。卵を回収しに行きたいと思います。またなんか雨降ってるエフェクト出てたな、謎い。あ、経験値すら回収しないじゃないですか。すいませんね、修繕ないんで私の懐に皆さん入っていた。エンドラの経験値次の日取る男、相当放置してました。ここに開いたね。真面目じゃん。今日は逃げないじゃん、そんなに。はい、いただきますと。
ネクストジェネレーション。ふぅ。レッツゴー。大サービス、大サービス。ガストの暗夜。当たり判定でしょ。当たり判定ないのよね、ちょうどね。やめろって言って、いて。じゃあな。オッケーよ。え？犬が怒ってんだろ。犬が来るからってよ。こんなの GH5 今度また行こうな。こう。では、参ります。ネクストジェネレーション。ネクストジェネレーションじゃない、聞いたことあるんですよ。エグザイルの三代目 J ソ、あ、全然違うな。ネクストジェネレーション。Hold on.